んにちは、アンで、ママはポイントです。はい、今回はですね、萌えの何歳企画第2弾、萌えの企画好評で、そうなんですよ。ちょっと好評だったために、調子に乗って第2弾やりたいと思います。たくさんコメントをいただきまして、何歳もっと見たいとか、何歳チャレンジなんかやってほしいとか言われたので、今回はですね、なんかインスタにいい感じの何歳のレベルみたいなの写真とイラスト付きで紹介してるのがあったので、それをなるほどやってみたいと思います。なので大体の人がどの辺とかはちょっと分かんないので、どこまで萌えがいけるか、勝手なチャレンジで、みんなもね、無理しない程度に絶対無理じゃん、やってくれたらいいなって思います。ということで、じゃあちょっとあんま自信ないんですけど、頑張りたいと思います。はい、それではやっていきます。せーの、レッツゴー。じゃあまずはスプリッツの絵のやつからいきたいと思います。これは何番ですか？これじゃあもう飛ばして4 飛ばして4からいきたいと思います。これは4です。はい、次5番。あ、これはい、3冊入ってます。はい、それを足に乗っけます。余裕、はい、膝が入るので余裕です。お、膝がつきますね、これは。はい、すごい。じゃあ次、ちょっとミパッチ気にしないでもらって次はこのストレッチホールを、はい、ちょっとこれは膝で上げるだけじゃ、多分これだけじゃ入らない。持ち上げスタイルで、はい、これもちゃんとつきます。すごい。じゃ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 ん。タコや。じゃあすっごい飛びますね、次ね。うん。頑張ります。最後いけんのかな。いけんのかな。そうそうか。こうで。急にこれが1、2、3、横ぐらい上がったのに。いけるのでしょうか。いけるのでしょうか。つくかな、これ。それでは、やばい、痛すぎ。気をつけて、持てよ。あ、そうだね、持てよ。行きたいと思います。怖い。やばいでしょ。やばいでしょの時は反対側にもあったんですよ。そうするとちょっと浮いちゃってつかないんですけど、これだけだったらなんでやばいね。で、あんまりね、こうこうしちゃうと開脚になっちゃうので、やるときは皆さんしっかりとこう骨盤を前にして、そのままに下がってください。よだれな、手な感じ。一旦スプリッツでした。はい、じゃあ次はですね、なんか足を上げるやつをやりますね。はい、なんかこう、ついて、多分ここ、ね、これが1、うん、あ、2、3でいきます。おー、余裕。4でこれいった。もうそれ5ぐらい。もういっちゃったよ。4、5、6、あ、いけてますね。6いけてます。あ、そんな感じですかね。うわ、もう映りきらないです。斜めにします。怖い。やらなかった。はい、って感じ。これは簡単かも。次は Y 字からのなんか行くやつですね。ちょっと微妙なんですけど、はい、1、1、1、1、大丈夫か。1、1、Y、 2、そうですね、3、4が一直線、4がちょっとあっちですね。ちょっとあっち、うん、そう、ちょっとあっち。ちょっとあっちで、で、5はもうちょっとあっちですね。これどうやって握ってんの？こう。あ、ちょっと。待てた。これこっちの手で持っていっていい？6は反対の90度ぐらいですね。チアとかやってる子とか、新体操やってる子とか結構できるんですよ。多分なんかこんな感じで。あ、ちょっと。ちょっと。これ練習、よう。
要練習できませんでした。はい、じゃあ今度はこれのスピリッツの後ろ上げていくパターンに挑戦します。こいち1、これね、道なんですよ。私どこを曲げていいか分かんなくて、これ膝、これじゃない、いやいや、次、こいつを、でもこれ、これ膝曲げたらあれじゃないですか、写真的にこうさ、ほらどういうことって感じじゃない。あ、そうじゃない、あ、そうだよ、たぶん。3。3。え、急に3から急に上がってるんだけど、なんとかもう、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 椅子。これ、うわっ、でも、うわこれがね、ちょっと痛くて、ちょっと見えないんですけど、たぶん、たぶん、たぶんこういうことですよね。あったり、あったり、痛い。4、もうね、5ぐらい、5ぐらいいっちゃう。じゃあ、ちょっと間の高さがないということで、5で。最後、6は、なんかもっと上で、首をこう反ってる感じ。あー、違う、壁？壁でいきますね。壁。最後、壁を、ちょっとマットを縦にします。横からスタート。これはクリアでしょう。クリア。だけです。最後、開脚です。これね、結構新体操の人がよく見るかもしれない。1はどこですか？うん、1はですね、ちょっと待ってくださいね。全然で。1はですね。1、はい、2。2、もうちょい行きますか？で、3でペタン。はい、3です。3みたいです、ここが。で、4で、またさっきのポンシステムです。あ、ポンポンシステムですね。ポン3段、両方入れたいと思います。はい。もう上がってる。あのね、この膝が入るっていうのが、もう上がってる。余裕でした。余裕でした。4です。4。で、次がちょっと長いので。じゃあもう飛ばします。最難関。最難関。まさか？本がすごい。まさか1、2、3、4、5、10個分ぐらい上げます。テクシュー、テクシュー、これ何するんだよ、ちょっとわかんない。ちょっとこれはマット、あ、マットできます。ちょっとじゃん、ちょっと難しいかもしれない。これどういう感じでスタンバイすればいいかわからない。うちらが聞いてたけど、こちらも無理。こうか、こうでできた。あ、で、で、で、ちょっとこう、え、できてるじゃん。できてるじゃん。なんか、やばい、やばい。これで、これで、これでいいのかな。あ、なんです。やばいね。ちょっとぐるっと回っていいですか。ちょっと、ういこっちからも無理パッチをお届けるそうそうです、ね、すごい、できました、クリア。はい、ということでチャレンジでした。すごかった。わ、ちょっとね、1個できなかった。最後もうなんかさ、人間ではないかなどうやるのってやりながらもできてた。これってさ、出てもできてる。怖っ、すごい。やった、結構いけましたというね、うん、感じでした。皆さんもチャレンジしてみてください。できるか、怪我しないように逆に真似しないように皆さん。そうだね、鑑賞、鑑賞用に使ってください。得意な方はぜひやっちゃう。そうですね、なんなら挑戦求むやってもらっても全然いい。もっと柔らかいぞ私みたいな、私僕みたいなの、あればぜひ萌えちゃんに送りつけてください。送りつけてください。勝負しましょう。いいですね。見たいかも、見たいかも。なんか我こそが何体だっていう人、ぜひコメント送ってください。お待ちしております。はい、
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしてます。以上、ポイントでした。バイバイ。あんたも向かなくていいのよ。